Wow, kekkou futteta kamo.
風で流されたのかな。入れてくれてありがとね。なんだか2年前のことちょっと思い出しちゃった。それで次の日、前の年のバンドの映像を見せて。その話はなし。もうだからリンク意地悪だよ。
なかなかいい眺めじゃねえか。あくまで授業中だぞ。教官、ご指導お願いします。ミュゼちゃんって、何更衣室に連れて行こうとしてんのよ。40アージュ、今度こそは。やれやれ、平和だね。みんな生き生きしてますね。みんな勉強すごく頑張ったみたいだし。しかし授業というからには指導など最低限の体裁を。それよりも勝負だな。水場ならではの真剣勝負を。皆様、喉が渇いたらこちらで冷たいドリンクをどうぞ。Thank you.
クロスベルに来る前、ちょっとな。両兵だった頃、赤い星座時代にやらかしちまったことがある。これはその時の苦い思い出の酒でもあるんだ。
まあな、考えてみりゃ俺も恵まれてる野郎だぜ。初めてできたダチに、相棒に、家族みたいな仲間たちもできた。こっちに来てからは生徒どもやいい同僚にも恵まれたしな。悪いが、俺には俺でやらなきゃならねえことがある。それ次第じゃいずれお前さんと対立することがあるかもしれねえ。その意味じゃ、さっきのいい同僚ってのは取り消させてくれ。青臭くてまっすぐで不器用そうで、どこか放っておけない年下のダチ、そっちの方が妥当だろうからな。じゃねえか。だいたいお前、あれだけ恵まれて一体誰が本命なんだ。金髪の嬢ちゃんか、青髪の女剣士か、眼鏡の嬢ちゃんに妖精も怪しいしよ。